はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、ちょっとね、ようやくアンドロメダサクチャで一人目に、着手できる時間を取りましたということで、やっていきます。デッキの編成は変わってません。で、今回チカちゃんは彼女にしないで振ります。で、クリスちゃんはね、やっぱりエピローグポイントとかも結構高めにくれるので、まあ今回はクリスちゃん、一筋でいきましょうということで、アイテムが、まあ、二股だった時はね、どうしても、彼女の評価上げが必要なのでお守りを持ってきてたんですけれども、今回お守りはなしで、その代わりカロリーバーを持ってきて、まあ、練習回数を増やして経験点を稼いでいくという方針でいきます。で、まあ、まずは評価上げてよろしいと思うので、肩、まあね、点数出してる人とかね、2万5000とか超えてるからね、上位の方々は、まあ、とりあえず自分としてはまあ2万超えればいいかなっていう感じです。もうそう何人も作れないんで。で、友沢コピーか、肩がいっぱいあんな、肩練習ばっかになるけど。チカちゃんはだから、その別にそんなに早く評価上げなくてもいいんだよね。クリスマスとかもコリスちゃんで行きたいんで。そうですね、ここはちょっと精神コピーカタカタ、これリア。友沢の評価はまあ上がったら上がったでそれでいいんで、早めにやっぱりね、タッグを組みたいというのがあります。まあ、だからチカちゃんもね、肩あるんで早めに上げておきたいというのはあるんですけど、コピーか、コピーだらけになんな。鈴木社長、敏将敏将、肩が1個外れるけど、まあいっか、これで。これ組める前は、まあ、超特訓はかけなくていいと思うんですよね。思うだから。で、一回寝て VR やりますか。まだ自己紹介。で、ここで VR かけよう。金徳をね、回収しない代わりに。VR のね、メーターの使い道がかなりいっぱい使えるんで、 VR で金徳を取ろうとするとメーターめっちゃ使うからね。ちょ待って、今なんで、あ、びっくりした。そういう卒イベントか、俺らがある。まあ、ちょっとでも回収するためにコツをつかんだら取っていく。あ、ここいいね、評価源にいいね。経験点的にはここも悪くないけど、ちょっとここみんなの評価を上げるということで、クリスちゃんはとりあえず乗せておこう。4ずつしか上がっていかないからね、普通の練習で。ここで上がった、ありがたい、割りなさい。社長の謎、聞きたいことはない。回復させてくれ。ちょうどいいとこに来た、コリスちゃん1人。あー、まあこれくらいだったらどうだろうね。なんかこれ仲いいな、この2人、本物と偽物両方くっついてる。いや、でもこれ回復でこんだけ経験点取れるのはでかいな。ちょっと1回満タンにしよう。で、チェスト、将棋、これは俺はいい、そんなもん必要ない。全然ダメだ、めっちゃ進んでいくな。で、タックが組めるか。おお、でかい、コリスちゃんもいるね。そうだから、やっぱり早めにタックが組めるようになっておくっていうのは重要で、どうだろうな、これ使っちゃっていいんじゃない。じゃあワンタックだけどね、ワンタックだけど、かといってカツカツになるわけじゃないから、ちょっといけるときにやっておこう。で、能力を上げきって、はい、
経験点に走るとね、みんな当たり前なんだけど経験点に走るから、経験点自体は相対的に高くなるからね。これ何？めっちゃ速いんだけど。大ダメージいらん。精神、筋力、筋力、筋力練習、まあ走塁練習が消えるけど、走塁練習はなくてもいいからね、タッグ組める人いないんで。で、鈴木のいいところは体力回復がめっちゃ多い。ほとんど体力回復が絡んでくるんじゃん。チームメイト評価も上がったし、ね、まあ、これは不眠症になるよりはっていう感じかな。コリスちゃん今どうなってる？まあ乗ったは乗ったが筋力が半端ないことになるな。これ精神と筋力が半端ない。まあいいか、じゃあこれやって体力を回復させて満タンにして VR かけますか。どうしようか。まあ、いった下で、まあ、体力がねあるに越したことはない。じゃあ VR かけます。筋力、筋力、いや筋力じゃない、筋力じゃないけど筋力のブーストが半端ないからめっちゃ稼げんな。まあ、ここでパワー上げていきますか。イベントはね進めていって一緒こっちかー。ちょっと告白が来てほしい。何もない。228235。いやここら辺だからまだタックが組めないからね。タックが組めればやばい。しまった、ちょっと待って、あふれんじゃないか。どっちでもいいや。打撃筋力20。ちょっと待って、筋力20ってあふれたわ。やっぱりとにかくパワーを上げる。で、ちょっと待って、精神も意外にあるな。砂漠か。で、補給も上げておくか。とにかく砂漠、これが重要だから。で、残り2ターン、超特訓はかける必要はまだないね。いや、これ重ねるとやっぱめっちゃ伸びるな。てか、チカちゃんまだか。いや、別にいいんだけど、まだでも。ちゃんでクリスマスを迎えたいんだけど、笑いに変える。技術、ちょっと今技術が欲しい。これ何、やめとこう。安定のやめる。300400400。どうなの、ワンタックだからな。まあここだな。やっぱ打撃ってめっちゃ経験点取れるよね。そのために技術が必要。いや超特訓今回はいいや。ダブルタックとかになってたらやってもよかったんだろうけど。あ、コリス来てくれ、頼む、俺のコリス。ハソンセルがあるか。社長はコピー、金徳はいらない。肩か、肩はね練習的にあってもいいからな。入れておきたい気はする。筋力、技術、精神、そう。いや一回、いやまだいいか。年が明けてからちょっと勝負にかけよう。ホーム突入とかもやってんだ。こういうところちょっと取りこぼしてるよね。よし調整しよう。回復、さすがにチカちゃんとかもう乗ったでしょ。鈴木ももう乗ってるしね。で、あと4つか。技術、いや今回微妙だな。精神、筋力、技術。筋徳が入ってきちゃってタックか。筋徳入るとあれなんだよね、オーバーフローのゲージが多くなるから、それはちょっと望むところではない。技術、敏捷、技術、
筋力のブーストがあるんで、ちょっとこれにしようかな。で、1個でいいのがなければ、あ、パックか、パックで入れ替えちゃうのもいいね。敏捷、敏捷。精神、筋力、精神、敏捷。あ、これ入れ替えよう。タック組めるんで。で、本当だったらこういう時にデートして回復して、やりたかったっていうのは、スカーじゃねえよ。まあいいや。あ、これ回復できるんだよね。でバー食えばまあまあいけるんじゃない。ワンタックか、ワンタックだけど VR かけて、溢れることはないんで、はい。でどっかで、あ、告白はいらない。君の告白はいらないんだよ。俺は断る。評価下がった。君の告白は、いや、これぞ男だよ。すげえいいタイミングで来てくれた。ただ281か。ワンタック、ツータック来たらもうやっちゃおう。ゲージは結構あるんで、そのためにまた、ちょっと待ってね、これは取る。広角も欲しいといえば欲しいけどな。代打、ホーム、さよなら、逆境、ムード、獅子、ラッキーボーイとか、いや、その前にあれだな、競争心で、技術はそんなにあるわけじゃないんで、打球伸びは取らない。一発逆転、4番も取ろう。古軍奮闘は取っちゃうか。チャンスボールはまだいいや。じゃあ、打撃でいきます。独身術のイベント早めに消化したいね。結構精神があるから。これは差し入れを買ってこよう。あ、しまった。どうせクリスマス迎えるんだから練習しときゃよかった。404040、でかいでかいでかい、やはりでかい。肩1人、残り2ターンか。145、てかこれ244とかすごくね。社長が2人いるから。呼吸、ちょっともうこれ使い切っちゃおう。あれどこ、あ、ここか。次はもうかけたいよね。二宮デート、俺には彼女がいる。で初詣、クリスちゃんもねレベルがそんなに高くないからね。これ初級なんて取れんだ。一緒にやる、体力はいっぱいある。アベレージヒッター、うわー、何にもない、何にもないけども、かけよう超特訓を。メーターはいっぱいあるんで432。え、あと何がある。スタミナ上げるか。筋力も精神もいっぱいあるしね。200くらい取っておけば一緒ってか、筋力はそれなりに欲しいから、これで大丈夫っしょ。700、全然 OK。鈴木とかがねメンタルで絡んでくれれば。これ練習しよう。技術結構くれんな。よし、タックがあるところは絡めていきたい。コピーコピーで、コピーってタック絡むとなんかいいことあんの。ちなみによくわかんないけど、コピー性能が上がるとか、覚醒なんて本当に潰しときゃよかった。そう、ここら辺からもうタックが絡められるんで、また筋力がめちゃくちゃすげえことになりそうだな。敏捷精神、まあいややろう。でこのタイミングだとバレンタイン挟めるんで、バレンタイン挟めるし、あ、しまった、技術にしとけばよかった。さっきので回復できたから、ここはもう VR をかけていきましょう。で精神マジでどうする。これチャンスボール意外に使うね。
精神系はまだあるよね、いっぱい。コブとか接戦中取っとこう。上り上司アシストで、ささやき連打、オッケーオッケー、だいぶ消耗した。じゃあ遅い。ああ、あ、なんか書いてあったね、そういえば。効果詳細、社長のコピーを生成し、その仲間との練習効果もアップ。あ、なるほど、星がつくと多分それがアップするな。458412、微妙に敏捷も欲しいからな。じゃ監督評価超低くね。こっちにしとこう。あ、これわ、あ、進んでるやつか。別に死亡のセカンドとかいらないからね。回復してくれるとありがたい。さらに筋力380、40、473、1人。さて、アベレージヒッターと広角打法トロで肩、まあまあまあバランスはいいね。でギャップ王子も回復できるけど、バレンタインで完全に回復。いや、いいね、経験っていいね。二宮は正直なんでもいいや。え、思いつかん。へえ、歩きたかった、しまった。458400、残り2ターンか。鈴木鈴木でダブルタックになってんのか。ちょうど欲しい経験点ではあるからな。いや、もうちょっとかけよこれ。まあまあまあ一緒これで。ということで、この3種類だったら守備これで使い切っちゃおう。ちょっと待ってね、ちょっと B くらいにして少しパワー抜けろ。ちょっと待って、もうちょっと下げよう。はい、オッケー。で、どれだっけ、800とか。いや、でもこれね、ダブルタックでこんだけ入るからね、トリプルが来てくれるとめちゃくちゃありがたい。あ、これ取れた、取れたね。いらんね。で、海岸と、まあいいタイミングではある、海岸も。で、いや微妙だな、やっぱタックを絡ませてあのセルのデータを回収したいんで、ちょっとここ1回デートしてお茶を濁そう。やる気が上がってほしいんですけど、俺的には。で、ちょっとまあまあまあいい感じで、精神が多いな、精神が多いけど、まあ、パワー使おう。で、肩、いや、あと肩だったら精神使いたいから守備力、まあ一緒こんなもんで。で、タックで回収、社長のコピー、まあ、ここだな。敏捷が絡んでる。肩とかって精神がないから、精神入れても、まあ、しょうがないっちゃしょうがない。これ回復する？しない。で、もう一回タックで。筋力がすげえな。敏捷がなくなるくらいか。でも二宮コピーは悪くねえな。やろう、ダブルタック、何気に稼げる。体力がめちゃくちゃ減った。コリスちゃんってさ、確かどっかあれだよね、一応見て、ダブルタックとかだったらカロリーバーめちゃくちゃ食って無理やり VR かけたんだけど、そういうものでもないからいいや。ちなみにコリスちゃんってカラデートあんのかな。まあ一回も当たったことないけど。で、練習を見て、ワンタックワンタックだから、ワンタックワンタック、ちょっともう1回だな、3回目か。最後意味ないっちゃ意味ないかな。いいや、もう VR かけよう。で、まあ、バーも食っちゃおう、なんかいいの来たら。
458100だからまあこっちだね。素の経験点、まあ、それなりか。筋力か、やっぱり筋力精神があるんでスタミナ。続きのメンタルとかで一回来てくんないか。こいつまだコツ持ってんの。よし、これは回復できる。うまくいけばまだ練習が続けられる。これは続きいいよね、本当に。イベント内容がマジでいい。450127、ダブルタック来てくんないとなんかやっぱ微妙なんだよな。でスタミナ、ちょっと特にスタミナしか振るものがない。100超特訓はかけるまでもないから、この、まあ、言っちゃえばトリプルタックが1回来て、あとダブルタックちょいちょいかけられれば点数は伸びると思うんだけど、まあ、トリプルはねちょっとそこまで。全型981とかこれさ、かける必要なくねっていう。でこれ普通に練習して次あれやればいいんだよ。400、まあ、400だ。筋力に固めすぎたんだよ。でマジでだから思い切りこそだ。またプルヒッター、プルヒッター、あっちは怪我しにくさまんちゃう。あ、大打撃取ろう。これ取れるよね、多分大打撃。ちょっと待って、独身術先に取っちゃう。これ大打撃、あれがなくなっちゃったよ。精神がなくなった。重い球とか取れそう。あ、伸び、あ、でも伸びは技術も使うのか。重い球がそれなり。バント封じとか得意だ。投打躍動110で、やっぱりプルヒッター取るか。はい。で広角打法はもう取れないから、110を、いやもうこれちょっと待って、さっき何取った、まあいいや。開眼してもよかったか。ここでカロリーバー食って981か。いや100も無駄にしたくない。肩ちょっとでも使う。急速、精神がない。いやもう無理だ。というわけで普通の筋力練習。でこれ見て打撃386、ワンタックか、まあ、やっぱりワンタックだよな。ってちょっと待って、取ったはいいけどさ、これ無理じゃね。さばけねえわ前回。何も考えてなかったわ。海岸3種類必要だからね。しまった。いやだったらちょっと寝るか、もったいないけど、ちょっとこれは後先考えなかったな。で筋力は外しちゃえばいいって考えれば、技術精神筋力コピー、鈴木のコピーか。コピーは微妙といえば微妙なんだよな。二宮のコピーはぜひ入れておきたいけど、タックが絡んでない。チカちゃんのコピーは悪くない。臨床技術精神、よし、ここでちょっと一回やろう。全部持ってもらおう。これよくわかんねえからいつもやめておく。で技術で臨床技術精神、まあ、いっか、これで。で試合代打打っとくか。じゃあやっぱ肩とかでね、3種類の練習で経験点をドカーッと回収できると伸びるんだけど。エレキ
こいつサンダーボルト、どっち側だっけ、こっち側打てなかった。いやホームランがね変わった。まあ、ここはね監督評価を上げるためだけなんで、1本でもヒット打っておけば全然問題ない。これは潜入しない。でもう2回打てるっちゃ打てるんだよね。1人999。どうしようこれ。え、だってもう無理だよ、何にも取れんわ。弾道、弾道やるんだったら広角打法が取れない。やたら筋力使うだけなんてもうないよね。いやもうないわ、足りねえ。ちょっと弾道いっかけとこう。50、海岸行けるか。これ使って精神も、他精神も200ぶっ込めば足りる、足りた。海岸何も何でもいいよ。てかさ、筋力使うやつがいいな。引き直そう。こっちはどうでもいいからね。祝福もちいいや。いや司令塔とか一番筋力が低いんだけど、鉄人とか来てほしかったんだけどな。この際で、ここはもういいや。一回、いや待って、どうせ最後にデートするから寝よう。でここで VR しよう。1人、いやしょうがない、もうやるしかない。打撃、筋力、守備、悪くない。これどうしようか、2ターンいけるかな。ちょっと1回ちょっとかけよう。はい、もう1回かけたいな、このターン中に。筋力いらない。まあいっか、じゃあ特にだもんね。120、あーでもここ悪くないな。ここにしよう。これ体力が減ってしまった。技術、筋力、精神いっぱい、精神コピーコピー精神、どんだけ精神。これだってさ、肩がね精神絡んでこないからね、微妙なんだ、相性が良くないね。筋力ばっかだなやっぱり。敏捷と筋力しかいねえじゃねえかよ。え、ちょっと待って一回寝るで、2回練習する、 VR する、それで行こう。待って、それでいいんだよね。で肩、え、全然ダメだもん。じゃあバランスの良き筋力とか、もう筋力無理なんだって。だからじゃあちょっと一回バランスの良さそうなこれを回収して、6月の2週でもう一回回収して、うわタックが来なかった。精神がだだ余りだけど、まあ、コピーが来るってことはタックの可能性が上がるんで、これで、そこからなんでこういう時に限ってタックが来ないの。 VR やって50、42、あー136か。まあちょっと一回回復するか。で最後にこれなんだろう、あもう誰でもいいや。
最後に超特訓をかける。もう少し超特訓かけられたら300、467、404、ここだな。で、溢れそうだから2と。あった。全然上がってねえや。これで大丈夫っしょ。はい。であとなんかいいタックが来なければで40、23、まあ、普通のタックって考えれば悪くはないんだけどね。 3% か。まあいいや、ルートしとこう。3回。これ何、どっちがいいんだよ、分かんない。一緒に行こう。よく分かんないけど、たっぷりしちゃんさ、まだ満タンじゃなかったね。経験点的には満タンになったのかな。で600、500、まあ悪くないね。試合経験点も、ま、そこそこ取れるからね。お待たせいたしました。どう行く？球場が狭いからここ。ホームランボールじゃないけど、ホームランボール。なるべくサクサクいこう。サクサク。あれ、うちピッチャー誰？あ、大西か。大西が出て嵐丸が出るっていう、そういうパターンか。大西が投げ切れれば、まあそれでよし。打たれれば嵐丸。おお、ここで。ここできた。40、20、20。逆これしちゃう。まあ乗ってねえじゃん。まずデートをじゃあ最優先させよう。デートを最優先させて、それでもダメだったらと考えよう。10、いいね。降格校、降格校なんだ。そうそうなんだ。取っとく。ちょうどいい、ちょうどいい。あ、フルヒッターいらねえんだもん。で見て守備。あ、鈴木はねやっぱいいよね。なりに経験って稼げるから、これで乗ったのか。じゃあ1回やろう。これだって60、70くらい取れた。経験点的スカウトさん評価も上げられたし。で7月の4週にデートして、体力をマックスに迎えて、甲子園をちょろちょろちょろっと練習する。お待たせいたしました。2回の裏、2点を追いかけます。アンドロメダ攻撃に入ります。この回のトップバッターは沖津、初球を打ちました。闇の取りました。アンドロメダ勝ち越しのチャンスを迎えました。お前の球を見る。ランナー一塁一塁の場面で沖津、ビルは結構嫌い。分かってても嫌だ。投げた。あーっと、いった。チェンジアップは分かってるとマジでいいよね。球が遅いから。アンドロメダリードで迎える5回です。ワンアウトランナー一塁という場面で、これ分からないとチェンジアップは打てない。3打点を挙げています。第2球、負けたら話にならない。エビルは見送ってストライク。第3球、降格校の力見よ。ナリアンドロメダリードで迎える7回です。出てきたところ申し訳ないが、今日5打点を挙げています。君には消えてもらおう。カーブ。第2球、投げた。もうカーブ6か。第3球を投げた。きた、いった。場外ホームラン。結構打たれたね。そうだよね。普通に考えてさ、甲子園優勝までいかないとちょっと経験点の伸びが悪くなっちゃうからな。ここはもう経験点かわしたいらない。一応タックがある。友坂やっとこう。で練習
あと上げられるのは基礎能力はもう上げ切ったか。さてそこから精神が意外に余ってるっちゃ余ってるけど、もう溢れることはないよね。ちょっと取っとこう。溢れたらなんか嫌だからな。イブシギン取ろう。イブシギンの効果がいまいちよくわかんないんだけど、よしこれで OK。 あとはひたすら点を稼ぐだけだ。アンドロメダはねやっぱりね金徳を取りながらやろうとすると難しいよね。怖いバッターが続きます。第2球、ただ点を出すだけだったらいいんだけど、そうするとどうしても金徳取れないから。第3球を投げました。外角低め。コリスちゃん入れてさ、次は4球目投げました。金徳取ろうとするとさ、VR の超特訓6回じゃないですか、あれできないんだけど、よっぽど気にしないとできない。打ちました。痛烈。超特訓6回ってなかなか厳しいよね。追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面。そういう打っていかないとターンが足りないんだけど、普通にいやもう少し溜めとこうみたいな感じでしとくとか。アンドロメダリードで迎える6回です。ツーアウトランナー1塁という場面で起きつ打った。これはいい。タックが来たらもう超特訓は打つのがリードで迎えるセオリーなんじゃないかな。ツーアウトランナーなしという場面で打ちました。3タック来たら打っちゃっていいし、2タックでも状況によってはやっていいんじゃないかなってここ最近思ってる。ここ最近パワープロやってなかったけど、筋力40。うーん、社長って何持ってるの他に。コツを潰して1万7000か。これはもう2万いかないな。僕2だって取ったっけ。持ってない。スカウトさん評価。これであともう多分1万7000だからまあ1万8500とかかな。お待たせいたしました。1万8000いくか。ツーアウトランナー1塁という場面で起きつ投げました。外れた。ボール。第2球投げました。打った。宇宙から持っていきましたが、これだけでかいタックで結局超特攻をかけられるか。0対0で迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面でセルの回収具合もねあるからね。第1打席はセンターフライに倒れています。第2球投げました。これは今回はやたら筋力に偏ったから、まあ、どうしても編成上しょうがないんだけど。アンドロメダ追加点のチャンスです。ツーアウトランナー3塁という場面で、まあね、初球を下げるわけにはいかないからな。8回の裏もともとコリスちゃんが攻撃に入ります。先頭バッター解放されてないんで、ここまで全打点を叩き出しています。ちょっと危なくねこの点数さ。第2球もう1点だけ欲しい。投げた。いやいいとこ投げる。こいつ追い込まれました。ここに来て投げた。危ない球。第4球を投げた。よし1点でもちょっと追いとこ。入った危ない。一般人に変わってるしピッチャーが。あとここで400取れるのか。400取ってもう一回400取って、いやでもやっぱメンタル、まあ、メンタルが一番高いんです普通に考えて。友沢がいるからめちゃくちゃ技術持ってたな。つらか忘れてた。超嫌だ。大高血をマジ速攻で引きずり下ろしてほしいんだけど。大打撃取ろう。てかさバフってなくね。意味ないけど。そう考えるとあれでもいいかもね。チョコレート。お待たせいたしました。ラブパワー発動させて経験点を底上げする。ちょっと爆速は一回見送ってストライク。いやまた爆速か。ちょっと待って。第2球。おっとデッドボール。アンドロメダリードで迎える3回です。そして特殊術が消えた。ノーアウトランナー1塁という場面で初球から打ってった。掴みました。ランナー1塁。ツーシーム狙い。大豪傑。よし見つけた。また早い。1点を追いかけます。アンドロメダ攻撃力はトップバッターに起きて、今日はデッドボールとライトフライ。投げた。なんか際どいから見送ってこのストレートだなって。第3球を投げました。はい。いやいいわ特進術マジで。入った入った。
これ1本でしょ、もう1本打ちたいんだよ。だからアンドロメダ追う展開で迎える7回です。先ほどホームランを放った入れてくるか、入れてくるね。ストライク、まずは見送りました。投げました、これ打ったっしょ、強い当たり、いい勝負してる。誰だ最後ホームラン、ホームランじゃねえや、点数入れたやつ。さよなら、甲子園決勝でさよなら、劇的だ。俺には関係ないけど、この点数のためありがとう。誰か知んないけど、誰かのおかげで80点手に入れることができたよ。レーザービーム1万9000はいったか、でも9000いったけど2万、もうちょっと、もうちょっとだね。いいタックが来てくれれば、まあ基本方針はもう俺はこれでいきます。別にいいよ、これで。どのくらいなのそもそも、まあ何もやってないから。まず5種類ボーナスはつくでしょう。で得意練習なしイベキャラボーナスが1人しかいないから、まあ、若干これで下がる。で特化もそんなに高いわけじゃないな。うん、まあそんなもんだよね。というわけで、とりあえず、まずは2万に乗せたい。でそこから、まあ、2万2000くらいが限界かなっていうところですね。もうちょっとアンドロメダそんな得意じゃないんで、まあ、多分もう2人くらい作って、まあ、終わると思います。報酬ってどこで順位変わるんだっけ、まあ、あんまりもう幅が広かったらこれでいいかなとは思いますけど、まあ、とりあえずこんなところです。まあ来週からはね、ちょっと北斗が強化されるみたいなんで、北斗は北斗でね、あのシンプルでやりやすいんで、まあ、俺は結構好きな方法です。まあ、何よりね、あのアーティストが取りやすいから、あの新アーティストがめっちゃ取りやすいんで、まあ、かなり好きな方法なんで、そっちはちょっと、まあ、気合い入れてやっていこうかなと思います。というわけで、アンドロメダ作者で、まあ、もう少しね時間がありますので、まあ、伸ばす人はぜひ頑張ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。というわけでね、とりあえず2万1000を超えることができたというとこですね。社長の PSR プラグを借りれたのが結構大きかったかなと思います。まあ、もう少しね、何回かやれば多分2万2000はいくと思うんですけど、まあ、自分はこれが限界ですということで、まあ1000位入れるかなといったところですね。そんな感じで、自分の作チャレは多分これで終了となります。お疲れ様でした。